はい、こんにちは。今日はですね、ボディーコンテストね、ボディーコンテストに出てる選手ってどれぐらい年間にお金を使っているのかということでね、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。まあ、選手っていう、よりも、まあ、自分の話ですけどね、はい、自分の話をちょっとしたいと思います。ちなみにですね、お金のかけ方については、まあ、かけようと思ったらね、いくらでもかけることができるんですよね。で、抑えようとすればね、抑えることもできるので、本当人それぞれなんですね。ですので、まあ、あくまでも自分の話ということでね、参考程度に聞いてもらえたらなというふうにね、思います。はい。で、まず、1ですね、サプリメント代。はい。ちなみに、自分は年、10万円くらいです。はい。プロテインも含めてますね。まあ、月1万切るぐらいなんですけど、まあ、内容についてはプロテインですね、あとマルチビタミン、グルタミン、あとクレアチン、BCAA、マルトデキストリン、カフェインですねを軸にですね、あと、まあ、たまにプロテインバー的なものとか、プレワークアウトドリンクですね、あと EAA を、まあ、たまにね安い時に買うぐらいですね。その他の、プロテインバー以下のものですよね。はい、これはね、ほんまに金かけようといくらでもかけるんですよ。かけたいんですよ、本当言うとね。ただですね、まあ、お金もね、限りがありますし、長いことね、こうトレーニング続けて、ボディメイク続けていこうと思うと、今だけで、それがずっと続くんならいいんですけど、それずっと続けなきゃいけないんですよ。やっぱできるだけコストを抑えたいので、はい。もう、今自分でも体感できる、効果が体感できるものだけが残ったというね、感じでございます。はい。年間10万ぐらいですね。で、次ね、消耗品関係ですね。まあ、年、これが自分は4万程度なんですけど、まあ、内容については、まあ、トレーニングウェアですとかね、あとトレーニングパンツ、まあ、あとマウスピースね、自分、噛み合わせ悪いのでね、あと、プレス系とかマウスピースやるとね、結構力出ちゃうのでね、はい。あと、まあ、パワーグリップ、あとリストラップなどのギアですね。あと、まあ、今年に関してはね、マスク代結構かかりましたよね。普通のね、マスクだとやっぱりしんどいんですよね。だから、やっぱ通気性のいいね、つけ心地の良いマスクをね、ちょっとお金出してね、買うことが多かったです。はい。まあ、4万のうち1万がマスク占めてるって感じですかね。はい。まあ、ここね、できるだけ節約したいですね。まあ、ギアについてもね、大事に使えば全然買えなくてもいいんですよね。やっぱり、買うとね、パワーグリップとかね、やっぱ4、5000円しちゃいますしね。はい。ウェアもね、結構高いのでね。まあ、その辺我慢すれば、いくらでもここは落とせるところなんですけど、自分は、去年4万ぐらいでした。はい。あと、交際費ですね。まあ、交際費ってまあ、全然ね、これこそ、落とそうと思ったら落とせますよね。ちなみに、ゴートレするとですね、やっぱ飲みに行っちゃうんですよね。まあ、その飲食代が主に交際費の内容ですね。はい。まあ、自分は、今年コロナの関係で、ゴートレ自体ほとんど少なかったので、その分だいぶね、抑えられてね。で、今年で、まあね、約3万円ぐらいかな。はい。まあ結構ね、飲んじゃうので、1回あたりの、まあ単価っていうのは結構高かったりするんですよね。で、前1回ゴートレやってですね、去年、その3万のうちの1回で1万、1回いっちゃったんですよね。普通にハイボール300円ぐらいで安い店だったんですけどね、なんか気がついたらね、一人頭1万ぐらいって言ってて、3人で行ってるのに、ハイボールどれぐらいだったかな、50-60% 飲んでるんじゃないかな。だからそんなおかしなね、なんか杯数飲んでた時があったりとかしてですね、まあ、交際費ね、そういうのはね、ちょっとできるだけね、抑えていきたい。まあ飲む後は、終わった後の飲む時は、基本的に飲み放題つけていってればね、いいかなというふうに思ってるんですけどね。まあ、これコロナでね、やっぱゴートレ少なかったんでね、こんな感じなんですけど。まあ、コロナ禍じゃなく、普段だと、やっぱここでね、10万ぐらい使っちゃいますね、自分の場合は。でも全然ここ落とせる分ですね。はい。まあ、この辺を、まあ、合計するとですね、まあ、去年については年間17万程度。で、さらにそこに、まあ、固定費として事務代が加算されるという感じですね。まあ、事務委任代なんですけどね。はい。まあ、ここにさらに、パーソナルつけたりするとね、だと、がいる、パーソナルつけたりすると、まあ、こんな金額ではね、全然済みませんね。まあ、パーソナル1回やると、まあ、1時間ね、6000とか7000ぐらいね、かかりますからね。で、それ週1とかやるとね、まあ、結構それなりにかかりますので、はい。まあ、だから自分はパーソナルは受けたことないですね。まあ、一回ポージングのパーソナルとかね、セミナーとかは結構、
安いやつ、安いというか、ほぼ無料のやつ、セミナーとかで行ったりとかしますけれども、はい。まあ、自分の場合は、強トレしてね、人のトレーニング見て盗むっていう感じがね、多いです。はい。まあ、かなりね、フィジーク選手の中ではね、自分おそらく金かけてない方なのかなっていうふうにね、ふうに思ってます。はい。まあ、それぐらいの金額で、この体は維持できます。はい。まあ、大会出る云々とか出なしに、この体はね、維持できる。まあ、正味はサプリメントとね、ジム代あればね、だから20万ぐらいあったらね、いけるんじゃないのかなっていうね、感じがしますね。で、次にですね、コンテスト関係の費用ですね。自分大体年に2試合ぐらい、出るんですけれども、コンテストのエントリーフィー、まずかかりますね。エントリーフィーっていうのが、まず僕が所属している JBBF だと、まあ、年間登録費っていうのが、まあ、1万ぐらいかかるんですね。で、大会エントリーフィーが、まあ、大体1個当たり5000円ぐらいかな。だから、まあ、2試合出てたら、年2万ぐらい、はい、にかかります。はい。まあ、かなり、団体としてはリーズナブルなね、値段ですね。で、特に JBBF の場合、観客のね、チケットも安いんですよね。3000ぐらい、2000とか3000ぐらいで買えるので、他の、某団体だと、まあ、観客で安いチケットで8000ぐらいしたりとかね、まあ、いろんなところがあるのでね、はい。まあ、安くてね、まあ、ありがたいなというところですね。ただ、まあ、年間登録費1万っていうのがね、まあ、1試合か出ないんだったら、ちょっとまあ、ね、単価が高くなっちゃいますしね、はい。まあ、ただ JBBF の場合は、オールジャパンに出ないので、ボディービルとかオールジャパンに出ないので、オープン戦に出るだけだったら、まあ、都度登録、年間登録費っていらないので、都度登録2000円か3000円ぐらいかな。はい。あと、それにエントリー費だけでいいので、全然まあ、単価としては安く、なりますね。はい。であと、参考なんですけど、他の団体ですね、ベストボディジャパン、だと、まあ、登録費はないんですけど、まあ、1回あたりのエントリー費が1万3000とか1万5000円ぐらいするかな。結構高いですよね。あと、観客のチケットもかなり高いですね。ここもね。で、さらに、ベスボってあれなんですよね。公式ウェア買わなきゃいけないんですよね。ウェアが5000円ぐらいするのかな。で、さらに、サーフパンツも1万ぐらいするって聞きますね。まあね、そんなにいいサーフパンツなのかなっていうね。1万ぐらいのサーフパンツだったらいいんですけどもね。実際どうなのかはね、まあわからないですけど、はい。まあ結構かかりますね、付属品とかね。あとなんか、直前のセミナーとかを受けた方がいいみたいなね。ここ結構お金払ってね、受けた方がいいみたいな、そんなもんあったりとかしてね。結構お金かかる団体ですね。あとまあサマスターですね、サマスターアワード。こちらも登録費はないみたいですけども、こちら参加費も1万3000円ぐらい。結構まあまあ値段しますね。はい。あと、自分が昔いた、FWJ、昔 NCBCJ だったんですね。はい。こちらについて、まあ、登録が1万円ぐらいかな。で、参加費9000円ぐらい。はい。まあ、まあまあ、まあまあですね。まあまあ高いですね。まあ、昔もうちょっと安かったんですけどね。登録費も本当に安く、1万しなかったんですけどね。もう数千円ぐらいだったと思うんですけど。あ、登録いらなかったのか、最初、昔。ほんの数千円ぐらいだった気がするんですけどね。で、バックステージパスとかもね、めちゃくちゃ安かったんですけど、今は多分普通に1万ぐらいするんでしょうね。はい。まあ、なかなか、やっぱりね、ブランド価値が上がることによってね、単価も上がってきているみたいでね。さらに、プロクオリファイですね。プロクオリファイで出ると、1回3万ぐらいかかるってきましたね。いやいや、もうその辺は結構ね、かかりますね。はい。自分昔出てた時はね、プロクラブは出てないんですけど、はい、全国大会東京だったんで、東京遠征したりとかしてね、結構高かった記憶があります。はい、コンテスト貧乏になりましたね。で、あと他にかかるものとしてですね、カラーリング、あとヒサロ代、あと直前にね、カット出しするためのハイパーナイフですね。こちら僕去年、年間4万ぐらい。はい、使いました。大会出るとなるとですね、やはりもう見栄えが大事ですからね。いかにステージ上で綺麗にね、かっこよく見せるかが大事なので、やはり見栄え良くするために黒くならなきゃいけないですね。で、ヒサロまあね、常にヒサロを通いながら、下地作って、で、直前にカラーリング、はい、するんですね。で、さらにラス
と直前になるとむくみ取ったりとかね、最後試合ですねハイパーナイフする選手がね今はね増えています。はい、でヒサロについてはですね、まあ、今年自分の場合はですね、まあ、エニタイムの、ね、安いマシンですね、まあ、10分500円ぐらいとかの安いマシンあるんで、まあ、それでね、4、5回ぐらいあの下地を作ってですね、で最後ヒサロの強いマシンね、別のヒサロの強いマシンを5回ぐらい、計10回ぐらいかな、10回ぐらいで、まあ、2万5000円ぐらい使いましたね。はい、まあ、大会2回出てるんですけど、だから多分自分としては他の選手にかなり少ない方かな、 安く抑えてる方かなとは思うんですけど、ね、でできるだけ夏場でね、テンサロでね、家海が近いのでテンサロで焼くように、頑張ってました。はい、ただですね、去年大会がですね11月末とかだったんでね、さすがにテンサロね最後寒かったんで無理でした。はい、だからまあもう焼けましたね。でマシンが綺麗にね黒く焼けますのでね、時間もかからないのでね、はい、もうそこはもうねマネーパワーでね、なんとかしました。マネーないですけれども。はい。まあそんな感じですね。で、まあ直前になるとあとカラーリングですね。はい、カラーリング。ちなみに JBBF とかね、NPCGA とかだと、まあ、公式のカラーリングしかダメなんですね。で、1回に1万3000円ぐらいするのかな。で、まあね、2回やる人もいるし、2回やったら2万6000円とかね。1回の大会ですね、かかるんですよね。はい。で、まあ確かに楽ですけどね、ヒサロ何回も行くよりはね、全然はるかに楽だし、ね、体に負担も少ないしなんですけどね、まあでも日焼けある程度しないと結局ダメなんで、やっぱヒサロは行かないとダメなんですけど、ね、ちなみに、まあ、去年について、去年大会自体はカラーね、最初の高いカラー禁止だったので、まあ、カラーリングでかかりませんでした。はい、で2回目のね、ゴールジムジャパンカップについては、まあ、プロタンが使えたので、まあもう自分はカラーリングはしなかったです。セルフタンニングローションですね、セルフタンニングローションを重ね塗りして、あとプロタンも重ね塗りしたら、ね、結構でかなり黒くなったのでですね、はい、まあ、それで十分、かなと思ったので、やりませんでした。はい、ただまあ普段 JB、 一昨年の JB の時はカラーリング2回やったので、2万6000円がかかりましたけどね。はい、あとハイパーナイフですね、ハイパーナイフについては、まあね、回数何回とかね、あと部位をどれぐらいやるかとかによって、まあ、値段も変わってくるんですけれども、だいたい1回だと、ね、1万から2万ぐらいね、かかりますよね。ただ自分の言ってるところですね、非常にリーズナブルで、まあ、5000円程度ぐらいでね、結構丁寧にやってくれるので、はい、もうちょっともうリピーターになってるんですけれども、はい、まあそれぞれを、まあ、合わせて、まあ去年についても4万ぐらいですね。公式カラーリングをまあ2回やると、まあ、だからこれにプラス2万ぐらいかかるから、まあ、6万ぐらいでね、かかるという感じですね。はい、まあ、だからできるだけねお金かけたくないんですけど、やっぱりみんなやってくるんですよね。みんなやってくるの でそこまでこう減量とか頑張ってるのに、そこケチってなんかちょっと変わっちゃったら、順位変わっちゃったら嫌だなってなるので、もう最後ね、で減量でもうなんか頭もなんかね、あやってなってるので、こんな感じになってるので、もうやっちゃえって、こうね、払っちゃえって感じになっちゃうんですけどね。はい、まあ、結構かかりますよね、年とかね。はい、あと、まあ交通費ね、意外とバカにならない、ですね。まあ、コンテスト会場にもよるんですけど、結構全国大会とかね、東京だったりすることが多いのでね、まあ、一回ね、宿泊込みで行くと、まあ、2万から3万ぐらいね、かかってきますのでね。結構まあ積み重なると、あとまあゴートレとかもね、結構まあね、往復で1000円ぐらい使って往復したりするので、まあそれなりに積み重なると、まあ結構去年で4万ぐらいかな、4万ぐらい、かかってますね。はい。まあ、この辺のコンテスト関係ね、先ほど言いましたものね、まあ合計するとですね、去年についてはまあ10万ぐらい、ですね。まあ10万ぐらいするんですけど、まあこれコロナ、の関係でですね、いろいろまあ出費する機会も少なかったので、まあ、通常だったらやっぱ20万ぐらいここでかかるのかなっていうね、感じですね。はい、だから大会の参加費用自体はね、まあ、そこまでっていうわけではないんですけどね、やっぱそれに付随するカラーリング、ヒサロ交通費とかね、まあ、その辺で結構金がかかっているというね、感じですね。はい、
まあ、トータルしますですね、まあ、なんやかんやでね、年間4、50万ね、測ってますね。ただまあこれどうなんですかね、周りのちょっとコメントとかでね、選手の方いたらちょっと聞かせてほしいんですけど、どれぐらいかかってるんでしょうかね。僕4、50万だとかなり安い服抑えれてるかなと思ってるんですけども、これぜひね、ご意見、皆さんのご意見ね、聞きたいんですね。はい。まあ、ちなみに先ほど言いましたけど、まあ、コンテスト関係なく、この体を作るだけでしたら、もうジム代と、まあ、サプリメント。まあ、ジムについてホームジムがあればかかりませんので、サプリメントだけでもね、十分だと思いますのでね。はい。まあ、サプリメントなくても十分、食事でタンパク質取りも、それはそれでいいと思うんですけどね。はい。まあ、これが20万ぐらいあったら、まあ、十分できるのかなというね、感じですね。はい。金ね、どんどんかけたいんですけどね。まあ、ただ自分の場合はね、もうね、あと数年でやめるとかじゃないしに、もうずっとやりたいんですよ。この競技ね。筋トレもずっとやりたいし。なので、もうできるだけね、細く長くね、いかにお金かけないかっていうのを考えながらね、やってます。はい。ちゃんとね、つけてますしね。はい。まあそんな感じでございます。はい。まあね、まあ一参考としてね、聞いていただければ、嬉しく思います。はい。ぜひね、自分年間これぐらいですとかね、そんなね、コメントいただけるとね、楽しいんでね、楽しみにしてます。はい。では。